株式会社タムソフトは東京都台東区浅草に本社を置く日本のコンピュータゲームソフト開発会社。1992年6月26日設立。主な事業内容はコンピュータゲームソフトの受託開発である。国内外のメーカー各社からの元受けにて多数のタイトルを企画、開発している。やりすぎぐらいがちょうどいいをモットーとし、キャラクタービジュアルにこだわった。 ゲームソフトの開発を得意としている。1990年代には、宝の、当人伝シリーズや、チョロ級シリーズのゲーム開発を多数担当。1998年には、初の実写パブリッシュ作となる、ナイトベビーを発売。2000年代初頭には、D3 パブリッシャーの1500から2960円の、レンカ、ソフト、 シンプルシリーズのタイトルを多数開発しており、オアネ・チャンバラのようにフルプライスタイトルとしてシリーズ IP 化したタイトルもある。2010年以後は D3 パブリッシャーのドリームクラブシリーズやマーベラスの戦乱カグランシリーズなどの企画、開発を行い、これらもシリーズ IP 化を果たしている。近年では、 既存メジャー IP のゲーム開発も手掛けており、コンパイルハートのネプテューヌシリーズのスピンオフタイトルやアクアプラスの歌われるものシリーズのスピンオフタイトルの開発も同社である。2018年1月にバンダイナムコエンターテインメントより発売された銀魂ランブや2020年8月にバンダイナムコエンターテインメントより発売された キャプテンツバサライズオブニューチャンピオンズもタムソフトの開発である過去のものも含むありがとうございます。